年齢っていうのはおいくつでしょうか。はい、今50歳です。あ、もう本当に全然見えないですね。ありがとうございます。やっぱ女性としているってことは常に意識されて。あ、女性でいるっていうよりも、まあ、結構美容が好きで、ね、ね、そうと、うん、見えるようにしてます。でもさ、美容っていうのはやっぱり男性のエキスみたいなのも結構美容にかかってきます。いや、かなり効きますね。はい、やっぱ男性のエキスとかも入りながらですか、やっぱり。うん、そうですね。やっぱりあった方が刺激もあるし、ドキドキ感ですかね。じゃ、最近とかドキドキされてます？最近も、はい、してます。いや、だからこんなね、肌がピチピチなわけですね。本当ですか。ちなみに今夏結構暑かったですけども、汗ってかかれますか？めっちゃ汗っかきです。あ、汗っかき、すごいです。じゃあ今とかも汗とかってかかれてます？やばいですよ。ちょっと脇汗チェックみたいなのいいですか？え、そこまで染みてないと思うけど、今日雨だったから。はい、え、どうですかね。ちょっと上げていただいていいですか？はい、映らないかも。じわりしてますよ。あ、脇汗浮かんない。どうですか？いや、魅力的な汗で。じゃあね、ちょっとエアコンを消してね、後で。そういう時っていうのはなんか逆に消させていただこうかななんて思っちゃったんですけども。あ、いいですね。あ、いいですか。お互いのじゃあ汗で。あ、男性の汗も結構好き。汗、好きなんですよ、垂れてくるのが。あ、男性の上から。そうなんです。なんでいいわけですか？なんか一生懸命してくれてる。あ、一生懸命さが好きです。求められてるみたいな。もそうだし、私のために一生懸命してくれてるっていう。ああ、それが結構嬉しいわけですか？あ、すごい好きですね。そうすると、いい子だねっていう感じで。いい子だねなんてしてあげるんですか？うん、はい。年上の男性でも？そうですね、なんかちょっと可愛くなっちゃうんですね、男性が、すごく。ああ、別に上の方でもそうなの？いや、本当にそうなんですよ。ちょっと可愛らしい、なんかドジな面とか見ちゃったりとかしたいんですよね。へー、はい、頭撫でて。そうです。膝枕とかなんでこう。うん、結構甘えられる方が多いかもしれないです。母性がなんかじゃすごいですね。わかんないけど。でもあれなんですよね、あの人妻さんっていうね。あ、はい。ご結婚何年目なんですか？え、もう20年以上ですね。本日っていうのはお名前なんてお呼びすればよろしいでしょうか？あ、普通にレイコで。あ、大丈夫です。レイコさん。はい。あ、レイコさん、もう20年で、うん、旦那さんとご結婚されて、はい、でもあれですね、やっぱり 夜の欲がっていう、うん、ねえ、はい、レイコさんはお仕事とかしてるんですか？あ、普通に OL してます。デスクワークです、とパソコン。へ、でも正直夜の欲っていうのは今どうですか？今ですか？今いっぱいある。はい、そういう時って下着を後ろからこう外されるの好きなのか、それも正面からで。なんか逆にそしたら、私がもうお菓子食べたりとかしてて、着いたらもうなんか勝手にいたずらしてきちゃってるみたいな。気づいたら、うん、の方がなんか、ね、いかにもするっていうよりは、何やってんのみたいな、そんな感じでいいですね。ちゃんと経験率何人ぐらいですか？人数ですか？真面目に付き合ったのとかだったらすごい少ないですよ。8人とかしかいなくて、経験値積もうと思ってとかだったら25人とか。キャナダだけお試しでとかもありましたね。いいお試しですね。でそんな中でも今まで最も燃え上がってしまって夜の体験、何か教えてもらっていいですか？まあ、ちょっと半外みたいな。車だけどドアを開けて、誰か通ったら見えるぞみたいな。窓じゃなくてドア。ドアですね、ドア。それはどこかに駐車して。あ、そうです、そうです。だから駐車場でしちゃったみたいな。レイコさんが外に出て。そうです、そうです、そうです。お相手ってのはどなたですか？その時の彼氏ですね。はい、相手も出てる。相手も出てるので。ほとんどだから。だから扉で隠してる。あ、隠してないんですよ、もう見せてて。立ちで駐車場で後ろから。それ どういう駐車場ですか？
え、なんか大きいショッピングモールとかの辺とかの駐車場ですね。人通るじゃないですか。まあ夜なんで、うん、まあ通りましたけどね。通った。通りましたね。それ向こう見てきたんじゃないですか。いやでも気づかないんじゃないかな。それ見られるかもみたいなのがたまらない。そうです、はい。見られたいみたいな思いがあるっていうか。いや恥ずかしいけど見られたらどうしようっていうところが。それは実際その見られるのよしなのか、で彼とそういうことしてて絶対見られちゃいけないから盛り上がる。ちょっと見られる前提ですね。ああそういうのがいいんですね。見られるならどうですか、男の人の方がいい。いや特にあの女性でもおじさまでも。あでもおじさまがどうですか、僕もなんて来ちゃって。はい、それはそれでどうなるんだろうっていうのありますかね。そんなことされてるわけされてたわけですね。じゃあ結構お外っていうのが好き。いや結構好きなんですよ、はい。他どこかありました。他は踊り場チックなとことか、うん、増階段。ああそれは立って後ろからとかそういう感じ。いや普通にもう私が階段に座って向かい合ってとから座ってするみたいな感じ。うん、がっつりっすね。がっつりっす、はい、それも来るかもしれないみたいな。うん、それもなんか誰か降りてくるんじゃないかなとか、下から誰か来ちゃうんじゃないかなとかありますね。スリルが 見られるっていうのがちょっと一個のあれなんですね。そうですね、なんかシチュエーションフェッチなんですよ結構。そうですね、隣の旦那さんとか。え、それは実際おはようございますって挨拶したことある人。あの、全部そういう人の妄想です。ああ、うんうん、じゃあ例えばエレベーターとか一緒になるじゃないですか。はいはい、はい、その男性とどういう感じとかを考えちゃいます。考えちゃいます。どういうしてくるのかなとか、ね、あとは宅急便の方が来た時とか、ああなんか出てたりとかして。今はい、ああいやないけどなんかあったら楽しそうだなとか。ああでもそれ下着ちょっと透けちゃってる。そうですね、T シャツで、結構薄い T シャツなんで。向こうがまあ一応気づくか気づかないか。なんか気づいてるのかもしれないけど、あからさまに気づいたっていうのは今までまだないですね。気づいちゃったらどうするんですかそれ。え、反応を見る。でも気づいてちょっともしよろしければどうなったら、ちょっと楽しんじゃうかもしれない。なんか宅急便に就職する人増えそうですねでもちょっと反応を見るの好きですね。もしちょっとスケスケの着てたりとかして、もし気づいたりするじゃないですか、それでどういう反応してくるのかなっていうのをちょっと出したいですね。はい、じゃあ今とかもあれですね、もしかしたらそういう状態にしてるかもしれないっていう、うん、そうですね、はい、そしたら相手の反応、こっちの反応楽しみたいというか。楽しみたい。すごいっすね。ちなみに今っていうのは頭の中何を今ですか、考えてらっしゃいますか。今ちょっと言えないですここじゃ。ちょっとぜひ、ま、上手そうだなってじゃあ頭の中で今じゃどういうことが進んでますか。今もう多いっすね。はい、ちなみにその下半身からてしまうみたいなことってあるんですか。私結構はいあります。あ、うん、それベッドがどういう状態になっちゃうみたいな。いやもう寝れないですねそこのベッドで。あだから最初にもうバスタオルとか引いとかないと。そうなんですよ、うん、あもうそれぐらいになってしまうっていうか。なっちゃいます。そうなってる時の心境ってどういう感じなんですか。いや本当にっていう感じです。はい、もう頭真っ白というか。うん、頭真っ白で、そう、その時によってですけど、あなんか出ちゃうっていう時もあれば、うん、なんかいつの間にかもう出ちゃってる時もあるんですよね。はい、じゃかなりそういうのがなんかすごいですねいやなんかそうですね、結構若い時から、うんうん、そうだったんで。ああもう昔からなんですね。そうですね、いつ19とかかな、なんかにすごいされたんですよね、その時の、はい、付き合ってた人に。
へえ、その人にいろいろ教えてもらったというか、教えてもらったっていうか、なんかお互いやっぱいろんなことしたんですよね、したことないこととかも。はい、その人がきっかけでそういうの好きになってたもうあるかもしれないです。うん、19歳の時にその人が結構好奇心旺盛で、私もなんかそれに乗っていろいろしたから。じゃあきっかけの人ではあるんですね、はい、だと思います、今思うと。はあ、なるほどね、はい、ちなみにさ、ベッドの上でじっくりされるのが好きなのか、激しいのが好きかって言ったらどっち好きですか？ああ、やっぱどっちかというとじっくりの、ねっとりのあったり、ああ両目がいいです。ああ、何分ぐらい？いや、もう結構長いです私。何分とかじゃない、多分何分だと40分以上とかで、1時間ぐらいも試合ですね。あ、それもこう交代交代。あ、そうです、そうです。それがお好き？うん、好き。で、はい、そこからこう2人がしてからは、してからも結構いろいろな向き変えたりするから、長いじゃないかな、30分とか。はあ、でもじゃあ前の方が長いんですね。もうむしろだけでも大好きだから。そうなんですね。え、じゃあその一晩で回数だけで言ったら、こう何回戦したことあるとかあるんですか？え、最高30代の時とか結構ありますよ。12、3とか。12、3。はい、もうそう、寝ずに、お、多分24時間以上したんですよ。なんかそれはなんかしようと思ってしたんですよ、どのぐらいできるか。そうそうそう。お相手は？はその時の彼氏ですね。え、それ場所はどこですか？それはね、普通のシティホテルなんですよ。じゃないんですよ。それわざわざ泊まって？そう、なんかその相手が出張で、出張の合間に来たんですよ、うん、空港の近くに、うん、そこでやっと会えたんですよね。はあ、だからいっぱいしようって言って、はあ、久しぶりの再会だから燃え上がって。そう、本当にそう。で、もう一日？そうだけど、もう最後ですね、もう相手の方は。へそれスケジュールで言うとどういう休憩とかどんな感じ入ってるんですか？休憩はでも寝ずになんで、休憩はなんか水分取ったりとかぐらいですかね。へ、うんうん、もうずっとしてる？ずっとしてます。全然求め合っちゃいましたそれ。求め合っちゃったし、なんかもう最後の方はもう何回できるかな的な感じのギネス的な感じになっちゃってて、あ、ちょっと何回目が一番いいもんなんですか？でもやっぱり8回目ぐらいで結構もう疲れてきますよね。ちょっとおかしかったですね。今でも全然元気的にはできる？いや、でも今眠くなっちゃうからあれだけど、ちょっと寝ればできると思います。すごいっすね。最後のご質問なんですけども、はい、下着を外されるとき、はい、両手で外す男性と片手で外す男性はどちらの方がいいなと思いますか？外してるときだったら片手がいいですね。片手がいい、うん、それなんで片手の方がいい？なんでだろう、慣れてる、慣れてる人の方がなんかいいですか？はい、の方が上手だと思うんで。はい、そこでじゃあガチャガチャってなってたらどうですか？あ、それも可愛いんですけど、うん、後が心配。あー、可愛いと思うけども。そう、後さえ良ければ。うん、後さえ良ければ、まあ、その時緊張してるんだなっていうんで可愛いですね。あー、うん、ね、多少慣れててる方の人の方が。じゃあちょっと慣れた方、本日はい、はい、本当ですか？ご準備、ちょっと今私のスマートフォンの中にちょっと候補が何人かいまして。ありがとうございます。はい、今の条件に当てはまるちょっと慣れた方。え、ちなみに体つき的にはどういう感じの方がお好きですか？でもね、同じぐらいちょっと細い系が好きです。ちょっとしてる人が好きです。わかりました、はい、ちょっと今何人かピックアップの中から、ね、はい、ちょっと今新宿近くでね、多分いらっしゃる方、何人かいらっしゃるので、はい、ちょっと今声かけて。え、ちなみに今日は何時まで帰れば旦那さん的に大丈夫みたいなってあるんですか？あ、でもいつも仕事終わってとかだから9時過ぎなければ全然。なるほど、旦那さんもそれぐらい帰ってきて。旦那さんめっちゃ遅いんですけど、うん、家のことやることいっぱいあるんで。あ、はい、あ、なるほどね。家事があるから。ちなみに旦那さんの好きなとこってどこですか？好きなとこ？はい、一生懸命働いているところ。尊敬してます。あ、
お仕事の面で、うん、なるほどね、うん、じゃあ今日これからされる時って旦那さんのことが頭に出てくると思いますか？いや、来ないと思います。あ、もう没頭してる。うん、やっぱりなんか家族は家族、男女は男女なんで。あ、もう男女は男女はい。じゃあもう切り替えて旦那さんの元にも帰れるって感じですかね？うん、そうですね。じゃあもう今夕方ですね。まあちょっと時間がありますので。あ、はい、はい、じゃあちょっと、うん、まあ、今日はお久しぶりにお楽しみいただければと思いますので。はい、わかりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。